あ、もうダメだ、みんな見てください、このこんなにあつ森が下手な人間いまだかつていましたか。ちょっとみんなの長いさ、なんか配信者さん VTuber さんを見てきた歴史の中で比べてみてほしいんですけれども、なんかいましたか、なんか私だけでしょうか、こんなにもあつ森が下手くそなのは。あ、そこそこ見たことある、よかった仲間がいた、この世界広しでした、よかったです。だいぶ深いですね。あ、そうなんだ。でももしかしたら、あの仲間がいればいいや、それで。うん、あやかきにいる？え、あやかきにこんなに村発展してない人他にいる？みんななんか村発展してない？そんなことないのか。エイムが下手な人は結構いる。あのなんか最近さ、私でも最近さ、人のこと言えないけどさ、全然最近あやかきのゲーなんかゲーム力、私が言えたことじゃないけど、なんか不安になってきた。なんか右見ても左見てもなんか大体なんかなんて言うんでしょうね、右見ても左見てもなんか安心感を覚えてしまうことって良くないんじゃないでしょうかって、本当にどの口がなんですけれども、なんかキサラちゃんの負担がでかいと言いましょうか、なんと言いましょうか。一回あやかきでガチでさ、本当のさ、ガチの下手を決める。本当に良かった。てかめちゃくちゃちょいもちゃちゃまれも今話しかけんなというか、今そこにいちゃいかんだろって、かわいそうに。でもあの子たちにか刺されなくてよかったわ。お薬一個で大丈夫です、ありがとうございます、大丈夫です。何の話したのなんだっけ。あ、違う違う違う、ありがとねたぬき。違うね、あやかきないで、ね、真の下手くそを決めようみたいな話してたの。何だろうね、もう何だろうね、もう何で決めればいいんだろうね。あ、違う、置かないよ、放棄しないで私。飲む。でもさ、遊びたいぜ、4人じゃないとできないんですよ。何、5人だと、あ、ちょ、これもらっとこう、薬になるからね。5人だとさ、1人さ、マジで実況席になっちゃうわけですよ。マリカねー。スマブラか、やったことないな。あ、でも確かにキサラちゃんシード枠、確かにそれはありだな。最強と最弱決めてキサラちゃんシード枠。ファミコン世界大会あやかきでやるの楽しそう。確かに
やらんでもわかる気がするか。わかんないじゃん。可能性があるかもしれないじゃん。うん。